こんにちは。今日は、ユミさんに教えていただいたチキンライス、ちょっと作ってみたいなと思ったんで、炊飯器で簡単チキンライスを作っていきます。材料はお米2合ほどと野菜ジュース、トマト入りの野菜ジュースとケチャップ、鶏もも肉、玉ねぎ半分ほどとコンソメ、バター、塩コショウ、パセリを使っていきます。この1回目の洗う時がしっかり水吸うから、いい水使ったら美味しいって聞きましたね。これで置いときます。とりあえずちょっと玉ねぎのみじん切りを、はい、半分使います。玉ねぎ半分、よし。あ、ばあちゃん三角コーナーきれいにしてくれてる。みじん切りって細かくなったんですよね。こう切るんやったっけ、忘れた。でもこう縦にこう切ったら横に切れないよな。ん、忘れた。ん、なんか違うような気がする。あ、こうか。これはみじん切りになってるんじゃないね、これええ感じに。わ、切るときは涙出なかったですけど、こう今こうやって入れるときにめっちゃ染みる。どういうこと。はい、では鶏、南部鶏、もも肉やった、もも肉か。はい、切っていきます。小さく。これ全部入れたら多い。まあ入れちゃえ。肉多めでも美味しいんじゃないですかね。ちょっと分からんけど。なんかうまく切れない。なんかねちょねちょしてあんまり切れない。よし、じゃあ鶏肉はこれに入れて、はい、これ鶏肉と玉ねぎみじん切りです。はい、ではお米をザルにあげて30分ぐらい経ったんで、ちょっと作っていきます。作り方は、炊飯器にまずお米を入れて、野菜ジュースを、ちょっとこれどれぐらいか量がわからんかったんで、3本も買ってきたんですけど、どれぐらいいるんかな。2合分の下まで、まあしっかり振って入れていきます。2合分。ちょっと入れすぎちゃったかも。入れすぎたかな。ちょっと飲もうかな。減らそう。ちょっと入れすぎたんで飲みます。お米入ってる。お米もったいないんで飲みました。めっちゃ難しい。今でちょっと2合足らないぐらいですけど、トマトジュースがちょっとドロドロしてるんで分量が難しいです。具材を入れていきます。まず鶏肉入れます。
玉ねぎ入れます。ケチャップを大さじ1入れます。はい、コンソメ入れていきます。コンソメ顆粒小さじ1やから、これ1つでいいかな。1つ7個入りで1つあたり 5.3g って書いてるけど、そんな感じかな。小さじにのせたら、こんなもんやね、多分。バターが 10g、最初とは後に入れるってことですけど、これ 8g だそうです。じゃあちょっと多分 5g 相当入れます。では塩コショウ最後に少々入れます。少々。はい、ではこれで炊いていきます。はい、じゃあこれで炊き上がりを待ちます。はい、もうすぐできますね。よっしゃ、できた。あかん、でもこれ蒸らすのかそのまま開けていいのか忘れたじゃない、聞いてない、わからん。とりあえず5分ぐらい蒸らしますか。よっしゃ、いいでしょう。はい、で5分間蒸らしてどうできたか取ります。あ、じゃない、開けます。おお、すげえ。うわ、曇った。ではこれにバターを入れて蒸らしていきます。っていうか混ぜていきます。はい、バターを入れました。これで混ぜていきます。これどうですか。あ、そんなべちゃべちゃでもない。うわ、すごい、チキンライスっぽくなってる。こんな感じです。ではでは盛り付けていきましょう。よし、はい、ではこれにチキンライス入れたやつをこうかぶせて、よいしょ。はい、これで開けていきます。ではオープン。おお、いいんじゃないでしょうか。パセリを振っていきます。いい感じじゃないでしょうか。できました。はい、できました、チキンライス。ではいただきます。いや、いいですね、いい感じでできてます。ではいただきます。炊飯器で作った簡単チキンライス、由美さんに教えていただきました。ほら、こんな感じです。ちょっとお焦げもできてます。パセリも乗せてます。いい感じ。ここなんか、ここのとこなんか横にも、ん？横にもあったら顔みたいになってる。まあええか。よし、こう、こんな感じですね。さあ、どうでしょう。うん、チキンライスなってる。すげえ、おいしい。へえ、すごいな。肉もええお味です。おいしい。うん、本格的な、こう、なんやろ、料理人さんが作るっていう感じじゃないけど、即席で簡単にできて、
ていうのでチキンライスっていうので考えたら上等じゃないでしょうか。うん、美味しい。いや、ごちそうさま、ごちそうさまです。炊飯器で簡単にできる、チキンライス美味しかったです。ゆめさんありがとうございました。なんかこうピラフとかチキンライスとか作ったんで、次ちょっと自分も大好きなドライカレーを作ってみたいんですけど、これこうやって作ってみてみたいな、簡単にできるとかもしあれば教えてください。作ってみたいと思います。ではチキンライス美味しくできました。ありがとうございました。いやー、美味しかったな。じいちゃんうまかった。バイって。晩で食べれる気ね。え？晩食べれる。